す。はい、では続けていきましょう。9月9日土曜日、ジアス神岡伝東進祭2017ザ・キングオブファイターズ14アーケードのエリア決勝大会始めます。よろしくお願いします。では予選を勝ち抜いた5名でこちら総当たり戦を行っていきます。では最初ガクさんとハスミさん、いきましょう。なんかせっかく決勝なんで実況できる方にお願いしたいんですけど実況できる方いませんか？いなければ引き続き頑張りますが。いなさそうなんでこのまま頑張ります。はい、では最初はガクさんとハスミさん、こちらでさあ試合の方、見ていきましょう。はい、準備できた。はい、スタート押してください。うちでエリア決勝やるのはニットブラ以来ですね。はい、エリア決勝第1試合がアンピー側、こちらガクさん、ツーピー側、こちらがハスミさん。さあナコルルと有利。さあこの奥対戦、母を駆使しながら戦っていくナポルルですが、さあなかなか前に出れない。まあ入れ替わって刺さない、上を通してビンタ、痛そう、引っ張く、さあ背面取った。あ、少し大きな刺激にはならず、足払いから飛び道具打っていく、おお、トフライ、あ、じゃあ飛び道具置いて飛ぶ、おお、投げる、逆に投げ返して、ね、あ、ジャンギー大キックが通して、まず1本取るのはハスミさんのユリ、ね、さあ2人目、なんかリアルコートにこんな近い子がいた気がするんだけどな。さあ飛び込みをなかなかさせない、あそこでワンバックステイよける。さあ、おお、すげえ切り込み、回る回る、おお、すげえつながる。さあサクッと1本取り返して 1-1。 さあユオリ、お、めくりもしっかりガード、マジ、お、バックステー、あ、ショージャンプでよきでしょ、見つけて、さあこれをゲージ使って暴れてくる、バックステー、ちょっと入れ替わったところは投げ、正面突っ込みすぎた、
足長い、伊織は足が長い。さあ前飛んできたところ、さあ飛び力当たる。バク転の時に上押した、しかしなかなかあ先に2人目をさあガクさんが倒して、あ、ハスミさんの3人目。さあ4本目、うわす飛び道具がすごい枕に見える。あ、処理無理だ。さあ再試合目からフルラウンドです。飛び道具をどんどん飛ばしていく。うわ上にも飛ばすんだ、これ。あ飛び道具のスクも割と少なめなんですね、これ。さあ掴んで投げて、おこれが投げて後ろ引く。さあ蹴り通したが、これはこの後は続けない。うっ、浮いた。さあ勝ったのはハスミさん。ハスミさんは残り一人でしたね。そしたらピクニックさんとヤナメイさん、ピクニックさんとヤナメイさん、2試合目ここです。はい、ピクニックさんとヤナメイさんお願いします。エリア決勝の方も、残り人数、書いていきますので、まあ、5人でもやっぱ並ぶ可能性は大いにありますからね。下手すると4人並ぶとかあるのかな。3人か、3人並ぶ可能性があるのね。さあキャラ選択はさあ共に決定しております。さあ道着の方も完了したので、さあラウンド1レディーゴー。さあなんかやったことがない、自分から見るとバルログみたい。あーな上、あーなんかいろんな、あ見たことあるみたいな。あーレイブンっぽいし、アンジっぽいし。あーどんどん飛んでくる。さあ端に行かなくても飛んでくる。あやったことない人間からの視点での、残念実況ですけど。このまま続けますよ。さあ画面端、さあビンタ、すごい、この距離でも飛び道具打っちゃう。まあ、ないんでこんなことやったら死んじゃうけどね。おお、相打ち。後ろからだからこれガードができてる。なこれガーキャンする。意外とこの飛んでくる速度が遅くてタイミング取りづらそうですね。わあさあ下転ばせて。
さあラウンド2、ベニマルが前に出る。おお、裏回ったところは投げる。ダッシュ。おお、あれが1回で終わらないっていうのもまたくせ者ですね。これは相打ち上等。さあ1本取り返して 1-1 で、さあラウンド3。電気属性だ。いやー、移動とかが面白い。スカートのせいでジホングが飛んでるみたいな。さあ蹴って叩き落とす。ベニマルがこちら勝って、さあピクニックさんがまずリーチラウンド4。大口径膝膝わけあん続けて飛ばしていく。膝投げる。ああ上取った。ライゴケンヒット。ライゴケンだったかな。あ、いや合ってるよね。うわぐるぐるぐるっと。カメハメハ。さあマックスモードヒット。ナギー、うおー通した。強い。勝ったのはピクニックさんですね。マンチェの残しが2人。はい、そしたら、戻ってガクさんとミッセさん。あれ？あ、ピクニックが勝ちですか。あ、逆です、すいません。逆でした。はいですね。で、ガンクさんとミッセさんですね。お願いします。はい、では次は、3戦目ですね。オールレディス対オールメンズ。さあ同期が完了したので、さあ試合見ていきましょう。少しは防衛させてくれよ。
浮いて、もう一回蹴り上げて、蹴る、投げる、さあラウンド今のはミッセさんですね。ミッセさんも、はい、じゃあハスミさんとピクニックさんで、ハスミさん、ピクニックさん、ハスミさんとピクニックさん、ここですね。手前の方がピクニックさんで、奥の方がヤナメイさんですね。同キャラから、さあ試合の方開始、ゲージ稼ぎからですね、最後ね、おお、また飛び出す、さあ飛び直せる、投げ、
ンがボールを操作する。さあ、もう一人で組み直し。池田はバックスで回避。上通した。投げで。なんか無理。さあベニマル、どうした？ベニマルの勝ち。さあラウンド2、さあケンスがサクッと取り返す。そして俺は対戦の組み合わせを間違ってました。ハスミさんとピクニックさんでした。垂直。さあ、はすみさんが一歩リードで、さあ、ラウンド4。さあ、体育しっかりして、なんというすり抜け方。勝ったのはハスミさんですね。はい、そしたら次はヤナメイさんとミッセさん、ヤナメイさんとミッセさんで、はい、お願いします。はい、さあ行きましょう。ザ・キング・オブ・ファイターズ14アーケード。ニアン、さあこれで5戦目ですね。Come on, come on.
もうすごい長い。さあラウンド2がスタートしていますね。背後からおっ、ではもう今のモーションがもう完全にホームラン回生。さあラウンド3、飛ばして飛び道具に飛び込んでいってしまった。おあこれはお、さあまず一人を倒してラウンド4突入。前に出たり引いたりと、おお頭突き、さあトンビを誘ってる感じですね。さあ今日は飛ばせてフライヤーがれ、まだある。おっとさあ勝ったのはミッセさんで、ミッセさんですね。したらダクさんと、ピクニックさんでお願いします。ガクさんとピクニックさんで、はい、まあ、サクッと順調に進んでおりますね。1P 側がピクニックさんで、2P 側がガクさんですね。ステップして
ブー、あー相内側が変わったのはさ、ワンピー側がピクニックさん、あラウンド2ふー投げから感じます。あーボールしっかりと捉えてふー投げ減るさあガードから投げて投げは、はい、スルー超アッパーミスター。さあユリを倒してラウンド3始めよう。払いってフィニッシュ、ファイナルラウンド。アセンスを飛ばして、あー全然バックして、あのはガックさん、ガックさん、そうですよね。でいいかな。はい、ハスミさんとヤナメイさん、ハスミさん、ハスミさんとヤナメイさんでお願いします。はい。ヤナメイさんで、奥の方がハスミさんですね。試合の方はすでに始まっておりますね。キングとミアン、
試合。さあシルビーもいっワーキングを通して、さあラウンド3はさあ飛び道具を電撃で消して投げ、受け弾、もう一回投げ、受け弾通して商品を打つ、さあ件数が勝って、ラウンド4、さあ打ち、おお飛ばして、で投げをカロリー投げかを回避して飛ばせる、正面を当たって死んだ。さあ勝ったのは蓮見さん、2人残してですね、はい、いいんですね、はい、ピクニックさんとミッセさん、ピッ、あれピクニックさん、ピクニックさん、ピクニックさん、あ、もうあれもう席ついてる、はい、この後は、ピクニックさんとミッセさんの試合が終わったら、ガックさんと、ヤナメイさんが次の試合ですね、こちらで行きましょう、風強い。
い、では大門ユリでラウンド1。ダイモンは吸引力が凄まじいですね。さあギース登場。ギース一本取り返して1-1。さあ強対ギースラウンド3。さあ後ろ前後ろ前と前後しながら、さあギースが前に出る。さあ裏回って浮かせる、こいつを浮かせてさっきつける。さあこのワンコンボはガード仕切って、おっ、さあひたすら固める。さあガーキャンで裏にするが、これ昇竜切り返し、さあ右ヒット、あーちょっと飛んだところに投げかかれ、ラウンド4。赤ちゃんでまずは前を止めます。飛び道具飛んではないか、頭を置いて、下段通して思いっきり飛び上がったところ思いっきり叩きつけて、上はガード、あー上打ちガード、あーここでヒット、まあ、入れ替えて何を回避、あー何もなかった、しかし、あー手前に抜けたところで、おーサーマソー、さあファイナルラウンド、ベニーマル同キャラ。ではラストじゃない、ガクさんとヤナメイさん、ガクさん、ヤナメイさん、ガクさんとヤナメイさんでお願いします。はい、今ハスミさんとミッセさんが全く一緒です。三勝同士五人残し、ね、完全に並んでます。これは最終戦で決定戦ということで、勝った方が文句なしの優勝です。これは、はい、
ヤナメイさんとこちらガクさんの試合。ワンピー側の方がヤナメイさんですね。ツーピー側がガクさん。ミアンとナッコルル。おさあどんどん突進していく。何回ホッピングするんだけど。入れ替わり立ち替わりと忙しい。おお、横切りママ母を思いぶつけていく。さあ掴んだところは飛び蹴り差し込んだ。ゲイオーまあ、まずガクさんのナコルルがまず1本ですね。そう下捉えて上へ出て叩き落とすというか踏みつけるだな。あれえお投げおかゆい上上で何かな。何だガンガンして、あー移動してきたところ、この捉える、あーキャンドロップキックが飛んでて、あーダッシュしてきたところ、おおおおまあ、何か当たるだけでもこれは確実に死んでしまう。パンでも死ぬの？まあ両腕上げてる。さあラウンド3、おーまたダッシュしていったところ、ジャンプ強化からコンボを入れる、飛びが通って回避する、ダッシュで勝ち合い。さあラウンド4どうキャラ、さあ投げて場所に帰る、通ってもこれは追撃にならない。いやーガード値すごい削れるな。いやみんなこんなもんなんですかね、ちゃんと見てなかったんですけど、ピョンピョンピョンと、さあジャンプ召喚で当たる、勝ったのはガクさん、はい、はい、ではラストですね、ハスミさんとミッセさん最終戦です。勝った方が、はい、東進祭本戦通常です。はい、では手前の方がミッセさん、奥の方がハスミさんと、さあでは準備ができましたら
スタートしてください。抽選スタートしております。ベニマルとこちら、ミアンですね。さあ互いにこれはゲージダメのお時間ですかね。おっ、トマト、はい、こっさあバクセに刺さる。あん、さあもう一回飛ぼうとしたところはジャンプキー、パンチパンチ、最高拳、うおーヘグー、さあさあラウンドはまず先勝したのはこちらベニマル。さあまずはミッセさんが1本取る。さあ予想したが、おっ、何もない、おっさい、上の方が強いのか。で、ぐるーっと、あー、かぶり、さあ、マソまで投げは回避して、これ足払い、フィニッシュ。さあ2本立て続けにミッセさんが取っていく。おお、すごい、押しがすごい。ああ、超攻撃を飛び越えて、おお、あれ拾えるんだ、すげえ。枕が飛んでくる。おお、飛び込むがヒットする、すごい。さあ正面ヒット、あ、とんだことに。さあ突進して一本取り返す。さあ決勝戦のラウンド4。さあこれヒット、いや枕なのか知らないけど、枕にしか見えないからしょうがない。さあ叩きつけた、あー飛んでいったところ、OK だ、枕ヒット、あー突進してくる。いやーすごいな、飛んで、おー追いついた。さあファイナルラウンドにもつれ込んで、さあダイモン、しかし体力差ほぼない等しい。さあトンボはほらぶつけてく、位置入れ替えて投げれない、そう動かして、おい、ぐるんと、よっしゃー、投げる、おや、おお、足りた、お見事です。さあ勝ったのミッセさん、おめでとうございます。すげえ。おい、今ちょっと残るかと思った。はい、では予選からそのままの勢いで勝ちましたね。ではミスさんおめでとうございます。一言お願いします。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。今まで予選で
本当に一勝もできてなかったのでいきなり勝ててよかったです。ありがとうございます。改めておめでとうございました。では、こちらの神奈川エリアですね、神奈川エリアの代表として、水瀬さん、こちら本戦の方頑張ってください。応援しております。では先に、こちら締めますね、9月9日土曜日ジアス神岡店東進祭2017ザ・キングオブファイターズ14アーケードエリア決勝大会、こちら終了いたします。水瀬さん、ほどおめでとうございました。皆さんお疲れ様でした。